じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私の方からは今朝の厚生労働省の発表で、毎月勤労統計の速報で実質賃金が前年を 0.2% 上回って2年ぶりに上昇したと発表した件について述べておきたいと思いますが、この件では野党が要求している共通事業所、いわゆる共通事業所の実質賃金と、前年と同じ対象で算出するという、いわゆる参考値ですけれども、これを公表しなかったわけですが、出していればですね、今回の 0.2% プラスといっても、実際にはマイナスになっていたことは間違いないわけであります。で、大臣自身も機械的に計算すればと認めたのがマイナス 0.5 だったわけで、速報でプラス 0.2 といってもマイナスになるわけですよね。でそういう問題があると。しかもですね、2年ぶりに速報でプラス 0.2 というふうに言ってますけど、それ自身も月にするとわずか数百円ということですから、これで改善したということなどは到底言えるものではなくて、消費税、改善したというので消費税 10% と増税するなんてことはならないし、そんな根拠や前提にもならないということは強く言っておきたいと思います。はい、私の方からそういうことで。はい、はい、どうぞ。毎周年です。今お話しいただいた、今日発表された件についてなんですけども、改めて野党が強く支持して公表を求めておいて、はい、他の資料でしたりとか参考人とかも、求めて、一部認められた部分もありますけども、はい、その対応についてどう思われますか。はい、そうですね、今回のことについてもですね、根本大臣自身も先ほど答弁でも、いや参考値でっていう話も蓄積がないからとかいろんなことで公表しないと言ってますけども、それも要するにこの不正をやったからですね問題になっているわけで、結局前出調査やってればもうそのまま出せばよかったっていうことですから、蓄積がないなんていうのは当たり前でね、こういう不正やったからこんなことになってるっていう点では全く反省もないなということを感じております。それから参考人という話があって、この間も野党で求めて強く言ってきたわけです。全容解明というためにはどうしても必要ということで言ってきたわけですが、そのうち政策統括官だった大西氏については国会招致ということで、与野党合意するということになりましたが、これはこの問題でのキーマンということで、国会招致は当然だというふうに思いますし、それをあくまで出さないと言ってきたのは政権与党ぐるみの組織で隠蔽ではないかということであったわけで、やはりそういう反も強くある中で出すということで国会招致を合意するというのは当然のことであってですね、私たちはもう花からですね、これはもう別枠としてとにかく前提問題ということで求めてきたことがようやくここまで来たわけですが、きちんと大西氏についても国会出席して、誠実にきちっと真実述べるということで答弁をするように求めたいと思います。それとですね、やっぱり今の段階でもいまだに特別監察委員会の、委員長としての樋口義雄氏については、これは出席は認めないということで今与党のが拒んでるわけですね。これ本当におかしいことであってですね、本当にやはり国会としての責務、そしてもう統計はまさに国民のものですから、それはそういう点ではこの問題でこれだけの不正があったということで言えば、しっかりと全容解明する立場から特別監察委員長についてもこの出席ということで当然、させるべきだというふうに思います。昨日の参議院の予算審議の様子を見ててもですね、厚労省の側の答弁の方で、特別監察委員会の報告によればとかってそれを読み上げたりするわけですけれども、それ自身だってその出した責任者である樋口さんがちゃんと国会で言えばいいわけだし、そしてその報告自体が問題になっているということが
前後画面のところで大きなポイントですから、しっかりと監察特別監察委員長として国会に出席をして、そしてきちっと国民から出ている疑問、そして野党から正そうとしている問題についても答えるべきだと思いますね。よろしいでしょうか。はい、よろしければ以上で。ありがとうございます。はい、どうも。